毛利元武は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。稲葉毛利氏に生まれて、山名報告、宮部慶順島津義弘に仕える。通称は隠衛門。大江戸毛利氏の初流の稲葉毛利氏に生まれる。本藩人物史には、元武は稲葉国の生まれで、三名前行の甥と記されている。天正9年に、鳥取城が陥落し、毛利氏の勢力が、 稲葉国を追われると、新たに、鳥取城主となった、宮部慶順に三千国で仕えた。天正十四年から天正十五年にかけて行われた、豊臣秀吉による、九州征伐の際には、宮部慶順に従って、日向国高城攻めに従軍している。慶長四年に、宮部慶順が死去すると、元武蔵は武勇を成すことを望み、懇意にしていた、増田泉守に頼み込んで、 島津義弘に、主管できるよう取り計らってもらった。これにより元武は百人、淵、戦国に手使えることとなり、同年の将内の乱で軍港を挙げた。なお、元武に戦国が与えられたのは、将内の乱の際の功によるものとも言われている。慶長五年九月十五日の関ヶ原の戦いに、従軍下が戦死した。元武に、死死はなく、弟の元親が養子として、 家督を相続した。ありがとうございます。